官邸に呼び出しし釘を刺した日銀の上田和夫総裁が円安対応に苦心させられている4月26日の金融政策決定会合後の記者会見で足元の円安について基調的な物価上昇率に今のところ大きな影響はないと発言したことがアダとなり一時1ドルイコール160円台と 約34年ぶりの安値まで円安が進むきっかけを作った円相場をめぐり市場と激しい駆け引きを続けている官邸や財務省内では相場の恐ろしさを熟知していない上田総裁リスクを警戒する声が拡大連休明けの5月7日に岸田文雄首相から官邸に呼び出された上田氏は市場の受け止め方には十分注意してくださいなどと釘を刺されたという その後、上田氏は一転、過度な円安には利上げで対応する可能性を示唆するなど、軌道修正に躍起の様子だ。だが、4月の上田発言から景気や物価の先行きに自信を持ちきれない日銀の姿も見透かした市場では、前田お尻上げは難しいとの見方が根強く円安牽制にはつながっていないのが実情だ。 な総裁の発言は円売りを仕掛ける陶機筋から格好のカモにされた神田正人財務官1987年旧大蔵省の指揮の下連休中も休日出勤体制で円安に歯止めをかけるための大規模な円外ドル売りの覆面介入に奔走した財務省国際局幹部はこう嘆いた財務省でも避難号号。 上田氏の4月の記者会見での発言は経済学者による物価情勢分析の観点からは正しいかもしれないが国際金融マフィアからすれば言わずもがなの不用意な発言に他ならなかった円安進行による物価高への懸念が内閣支持率を一層下落させるリスクに神経を尖らせている岸田政権を逆なでし政治的なハレーションも大きかった 発言の軌道修正だけでは市場へのアピールが不十分と見たのか、日銀は5月13日。定例の国債買い入れオペ、公開市場操作で、長期国債の買い入れ額を500億円減らす行動に打って出た。しかし、円相場の押し上げ効果が乏しかった。反面、長期金利は一時1%台と、約11年ぶりの高水準をつけるなど、 政府にとって都合の悪い結果となった財務省内では上田失言の尻拭いで無用な長期金利上昇を招いたとの不満の声も漏れる個人的に親しい日銀幹部に総裁の言動をもっとコントロールできないのかと苦言を呈した財務官僚もいた昨春の総裁就任以来学者らしい丁寧な説明をモットーにしてきた上田氏 記者会見では企画局が書いた想定問答を読まず自分の言葉で語る場面もしばしばでその姿勢こそが世論から評価されてきた周辺筋によると黒田春彦前総裁が自分の主張を述べ立てるばかりで記者の質問をはぐらかす官僚答弁に終始し不況を買ったことを反面教師にした面もあるという時間が来たら 会見を打ち切れ海外の著名学者だけでなく当局者とも幅広いこういう関係を築いてきた上田氏は金融政策運営は自分で仕切るを信条とする自信家でもある首相もこれまでは総裁として最適人の人材と評価してきたしかし円安対応でのしくじりをきっかけに官邸や財務省内の空気は変わり 自分のカラーにこだわりすぎる上田氏を批判する声もくすぶる実質賃金や消費支出のマイナスが続き追加利上げに容易に踏み切れない以上投機筋に隙を見せたり市場の波乱を招いたりしないように言動に慎重を着せと迫るムードも強まっている財務省内には記者会見は黒田前総裁のように紋切り型の答弁に終始し 記者が質問に手を挙げていても規定時間で打ち切ればいいとの強硬な意見すらあるただサービス精神が旺盛で目立ちたがり屋でもある周辺筋という上田氏がそれで収まるかはわからない日銀は最強不陣を敷いたが日銀は5月13日追加利上げや国際買い入れの本格的な減額に備え 金融政策を立案する企画畑のプロで中枢を固める幹部人事や理事の担当変更を行った白川正明元総裁1972年入校時代から金融緩和のスキーム作りに関わる加藤武史理事1988年入校を企画局担当に据えたほか政策企画課長を務めた上山一世氏 1990年入校を新たに、理事に昇格させた。生え抜きトップの内田慎一副総裁、1986年、入校、次世代エースの加藤理事。茶谷英治財務事務次官の重邸で、霞が関、永田町と、パイプも太い正木和弘企画局長、1991年入校、のラインを中心に、金融政策の正常化を着実に進める考えだ。 日銀内では、プロパー最強夫人の呼び声も高いが、一連のエミヤス対応で、官邸、財務省との間に生じた圧力をどう解消するか。金融政策の手綱ばきだけでなく、上田総裁に失言を繰り返させないようにするための配慮も怠れない。以下は、ネットユーザーの反応をまとめたものです。確かに、上田総裁の発言がエミヤスを、 ささらに進行させた面はあるしかし政府と財務省が日本のファンダメンタルズをこの30年以上にわたって回復できなかったっていうのがエミアスの根っこの部分だと思う景気が回復しかける前に増税や社会保障費を上げていれば国民は消費に向かわないからしかも新 NISA で海外株を買うための投信玉もエミアス要因だし 円安を容認するような発言をすれば一時的に円安が加速するし介入をほのめかす発言をすれば一時的に円高に振れる相場に影響がある以上発言に慎重であるべきであるのは当然だろうただまあ影響があると言っても短期的なことで結局は日米の金利差が縮小しない限りもっと言えば 日本経済が相対的に強くならない限り中長期的な円安基調は変わらないと思う確かに上田さんの発言が円安に傾く発言だったためにとがめられるとは分かるんだけど問題の本質はそこって思う今までの岸田総理や財務省に非はないのか自分たちの非を上田さんに全て押し付けてないか 上田さんは日銀トップの発言としては正しいとは言えないが客観的には正しいと思える。岸田総理は自民党員に色々問題があるしそもそも筋が通ってないものあるがきちんと注意はしているのだろうか。会見をリアルタイムで見ておりましたがひどいの一言でした。会見最後の方の記者の方が 陶器筋に対ししし、毅然ととたコメントをもらおうとし質問したであろうにもかかわらず上田氏この程度の円安は経済に影響を与えないと言い切った前総裁の後始末をさせられ大変だと思います学者様はあったことを語りますが日銀総裁は未来を語るわけです学者論は一旦忘れて総裁たる自覚を持って職務に当たっていただきたい 前任者のやってきたことのマイナスはないのかそれを今の責任にするのもどうかと思うこの任務は国家がある限り続くわけでバトンタッチは非常に重要だと思うんだがねそれを流れの中で見極めて判断することは容易ではない今の日本の経済状況を悪くした政治の責任でもあると思うんだが伝える側にも少なからずね